プロ野球阪神タイガースの矢野章弘監督が今シーズン限りで退任する意向を表明しました矢野監督はきょう今シーズンをもって退任しようと思っている選手にも伝えたと就任4年目の今季限りで退任する意向を表明しました矢野監督は2019年からチームの指揮を執り1年目は3位 2年目は2位そして昨シーズンは終盤まで優勝争いを演じましたが2位に終わり優勝は叶いませんでした阪神タイガースはあすから沖縄県でのキャンプに臨み17年ぶりのリーグ優勝を目指します